はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。生涯配信者、ケンタ店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。動画の概要欄にですね、私が運営しておりますホームページの数々や過去のですね、おすすめ動画の URL が全てまとめてあります。ぜひお時間ある方は動画見終わった後にでもチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。で、数ヶ月前にね、ちょっと難病にかかって急に視力が低下してしまったこの右目のアズールっていうちょっと病気、これに関してのブログ記事もですね、動画の概要欄、これ一番上に載せておきますのでね、誰でも急にかかる可能性のある難病にね、アズールっていうそれの病気にかかっちゃったんで、まあ、ちょっと気になる方いたらぜひ読んでほしいなっていうことで宣伝しておきます。はい。でですね、今日はね、完全に僕の愚痴動画です。はい。最近ね、まあちょっと仕事が、まあこの部屋でね、リモートで、まあやってるんですけど、リモートというか、まあこの部屋でね、まあネットビジネスを自分でやってて、まあ個人事業なんで誰とも関わらないんですよね。はい。なので、コミュニケーションがまああんまり、取れてなくて、結構僕、話したがり屋なんで、まあ、ストレス溜まるんですよね。誰にもなんか自分の愚痴も言えず、で、誰ともなんかその人間っぽいコミュニケーション取れずみたいな。まあ、息子とね、嫁とは話しますけども、はい。まあ、あんまりその嫁にもね、愚痴とかね、そういうネガティブな話したくないじゃないですか。ね。やっぱ愚痴とか聞くと、聞いてる方も嫌な気分になるんで、そう。だったら、ね、YouTube でぶちまけようかな。じゃあ、リスナーさんはどうなるのっていうね。ふうに思うかもしれませんけど、どうかね、優しいリスナーさんばっかりだと思うんで、僕の愚痴に付き合ってください。はい。で、ちょっと前からね、僕結構、まあ、郵便局で、変なじじいにね、抜かし込みされたりとか、はい。で、すげえムカついたよっていうね、足折ろうかと思って、ね、もうまあ、そう、やめました、我慢しましたよっていう、そういう話とか、家の前でね、騒いでた、暴走族にね、ちょっと注意しちゃったとか、はい、あ。まあ、昔だったら、まあ、やり過ごせてたような話も、ちょっとその、まあ、冒頭でも言った通り、ちょっとリモートで、コミュニケーションに飢えてまして、まあ、結構その、精神的にね、やっぱりずっと一人で仕事してると、参っちゃうんですよ。はあ、で、まあ、これも言ったけど、右目がね、ちょっと難病にかかっちゃって、で、僕、もともとはい、トレーニーでね、あ、そうそうそう、MDC バーベルクラブっていうトレーニングチームの代表を務めてるんですけども、結構ね、トレーニング中心の生活をずっと送ってきたんですよ。まあ、17年トレーニングやってたんで。で、まあ、右目とか、で、今、肘もちょっと壊してて、はい、最近トレーニングがうまくいってなくて、まあ、それでも結構ね、ピリピリ来てるんですよ、精神的に。はい。なんかそんなのがあって、まあ、結構そのね、いつもだったらやり過ごしてたけども、なんか暴走族にちょっとかそういう絡むっていうか注意しちゃったりとか、しかも結構きつめにね、うん、言っちゃったりとか、はい。まあ、郵便局のその抜かし込みじじいもね、ちょっとね、結構もう、はかっか来ちゃって、ね、そう、でもまあなんとか我慢できたんですけど、みたいな、そう。そう。最近そういうちょっと愚痴を結構 YouTube で僕言ってるんですけど、ね、なんかもう、その自分の精神衛生状態が、まあ、良くないからなんでしょうけど、最近すごくそのマナーの悪い人が、昔から嫌いですけども、昔以上に気になっちゃって、マナーが悪い人が、外にいるマナーの悪い人が、ね。僕、本当に若い時は結構まあ、乱暴だった時があったんで、まあ、マナー悪いなって思ったやつをね、成敗したこともあるんですよ。はい、あ。もう、ほんとこのババアとかこのじじめっちゃマナー悪いなと思って必殺仕事人みたくね成敗した時がね昔あったんですよ。まああんまりそういう深いなんかね詳細は動画でとか話さないんですけど、なんかそう昔は若い時はねそうマナーの悪い人をね、うん、世直しとか言って思って自警団とか言って、ね、夜な夜なねその仲いい友達とねパトロールとか自警団とか行って、鶴見とかね、その川崎をよく車でね、徐行しながら、はい、まあ、暇だったんですけども、でもやっぱりすごくマナーの悪い人ね、おって、うん。だけどもうそれも月日も流れて、もうおじさんで、結婚もして、で、子供もいるので、
やっぱり今は本当にね、たびたび動画でも言ってますけども、何にもできないんですよ。マナーの悪い人を見かけても。というのもやっぱり注意すると、あっちが食ってかかってきた時に、僕はね、殺しちゃうんですよね。殺すのはちょっと大げさ、極端な、今、ちょっと今のはギャグです。はい。今のはキラージョークっていう、はい。そう、だけど、食ってかかって来られた時に、やっぱりその、元の結構性格がその、我慢できないタイプなんで、その、やっぱり、暴力的なことをしちゃったりとか、多分ね、我慢できないと思うんですよ。ね。人間って考え方は変えられますけども、根本の性格ってなかなかやっぱ変えられないので、そう。いくら大人になってね、結婚して子供がいるっつっても、ね、すごい理不尽にあっちから絡まれたら、やっぱり、ね、そうだと思うんですよね。だから、変に注意もできないんですよ。まあ、この前大学生みたいなのに、ちょっと電車内で軽くは注意しちゃったんですけど、ね、その動画にしましたけどね。でも基本はね、やっぱりマナー悪いなと思っても、無視するしかないんですよ。この今の世の中、この日本の法律だと。ね、迷惑かけられた側が、ああって思いながら、なんかすごい、我慢を強いられる、泣き寝入りするというか。んでね、ここからちょっとこの動画の長いけど本題やっと入るんですけども、僕が通ってるジムの下に駐車場があるんですよ。ジムの前1階部分が駐車場で2階がジムなんですよね。で、この前そのトレーニング終わった後に下降りて、で、僕自転車止めてるとこまた別なんで、そう、自転車のとこ取り行こうと思ったら、なんか若いのかな、年取ってんのか、ちょっと年取ってんのか、老けた若いやつなのか、若い年取ったやつなのか、ちょっとわからない、微妙な感じの2人組が、その通路の真ん中にバイクを止めていじってるんですよ。しかも結構でっかい、ビッグスクーターのなんか改造して、あるやつ、なんか、それを2台なんかいじってるんですよ。で、通路が完全に塞がってるんですよ。で、僕の自転車はその先にあったんですよ。うわ、なんやん、こいつはめっちゃ邪魔んとこ止めて、バカじゃねえのと思って、で、だけどね、やっぱそのね、どこ止めてんのか邪魔やん、お前ら。どこの、どけやん、お前。自転車どうやって通ればそこ行くんだよって言ったら、は？なんだお前このじじいって来たら、まあ、やっぱそこでトラブルになっちゃうわけなんですよね。で、トラブルになったら、まあ、どっちかが逮捕されるかも、まあ、どっちも逮捕されるかもしれないですけど、僕は離婚ですよ。嫁に愛想尽かされて。だからどうしようもないんですよね、ああいう時に。いや、すっげえムカついたんですよ、マジで。最近の、さっきも言った通り、僕は精神衛生状態が悪いんで、ちょっとマナーの悪いことを見かけると、めちゃくちゃムカつくんで、で、なおかつ、僕が自転車通りに行こうと思った通路に、まあ、通路いっぱいにバイク止めて、なんか、ここはもう俺たちの、なんか、テリトリーだぜみたいな感じでやってるんで、僕、その時凶器持ってたんですよ、護身用のね。僕の住んでる地域ってやっぱり治安が悪いんで、何かしらやっぱ護身具って持ってるんですよ。で、まあ持ってたんで、2人ぐらいだったら瞬殺できるんですよ。まあ、使えませんけどね、それ護身、あえてじゃない、あくまでも護身用なんで、まあ、襲われた時のためにね、たまたま持ってたっていう体の、護身具なんで、自分から取り出してこの足ねっていう風にやったら、ただの殺人、過失致死、過失、じゃ殺人未遂だな。殺人未遂、ないし殺人ですよね。死んじゃったら。になっちゃうんで、まあ、そういうわけにもいかないしね。だけどまあ、二人ぐらいだったら瞬殺できる、戦力はあったんですよ。ね。だから、いよいよやっぱりああいうの持ってると、魔が差すんですよね。で、天使と悪魔が、囁くんですよ。で、一応、まあその、そいつらの通路の横ね、ちょっとその駐車場の縁石を自分でちょっとまたげば、まあ別に自転車の方行けるんで、その縁石の方に向かいながら、超徐行で、ゼロ距離でじーっと見ながら、どっちにしようかなってね、悩んだんですよね。注意をすべきか。もちろん最初から、トラブルを起こす体じゃなくて、ここね、通路なのね。で、僕の自転車はあそこにあるのね。
君たちが心でね、バイクをいじってるとね、僕はね、縁石をまたいでね、自転車を取りに行かなきゃならないのね。で、手元にね、お前たち2人をね、10秒以内に殺せるね、こんなのがあるのね、どうするのね、つって。これは違うな。君たちね、ここはね、公共の場だから、結局ね、どんな注意の仕方しても、なんだお前このじじいって絶対なるでしょ。あっちはだって走り屋だもん。なんかね、ちょっとトっぽい感じだったから、なんだじじいてめえってなるじゃないですか。ああ、すいません、すぐどきますってはならないでしょ。ね。だからどんな多分、低姿勢で行っても、威圧的に行っても、まあ、何らかのトラブルになるんですよ、注意すると。だここなんですよね。結局、どんな形で注意してもトラブルになる以上、もう結婚して息子、まあ娘がいる身としては、もう注意ができないんですよ。俺もう何回も僕の動画で言うんですけど、今の日本の法律って注意できないんですよ。何か守るべき、患者だ、守るべきものが、まあ、できちゃった場合、注意できないんですよ。トラブルになるかもしれないからね。で、なっちゃった時にもうどうしようもないから、口喧嘩するしかないし、口喧嘩っていうか、口で言って分かんない相手だった場合、損しかしてないんですよ。まあ喧嘩に負ければこっちが死んじゃうし、勝ったとて捕まっちゃうし、離婚だし みたいな、一家離散だしみたいな。だから何のメリットもないんですよね、注意した先に。これがね、やっぱ腑に落ちないんですよね。どうしてもね、腑に落ちないんですよ。で、何回も言うけど、まあ、その精神衛生状態が悪いんで、まあ、精神状態が悪いって言うかな。精神状態が悪いんで、すごい目につくんですよね、マナーの悪い人はね。今回も、すごい、もうかなりね、イライラしたっすね。楽しそうにバイクいじってんだけど、すっげえムカついたっすね。自分家のガレージみたくやってんすよ。僕が通る道を塞いで。ね、多分他の人だったら面倒くさいから声かけないんですよ。だから僕はやっぱり生地武器持っちゃってるんで、勝てる自信があるんでね、言おうか言うまいかっていう、そっちのやっぱりチョイスになっちゃうんだよね。だけど、これはね、早急に僕は法律改善してほしいですね。本当に何回も言うけど、やっぱりマナーの悪い人とか、誰かに迷惑をかけている人で、それがもし注意されてトラブルになった場合、その注意した側は、執行猶予をつけるっていう なんかそういう法律になんかね、してくんないですかね。マナーの悪いやつを注意したやつは、まあ、情状酌量が認められて、相手がもしもなんかのちょっと当たりどころが悪くて死んでしまっても執行猶予つけますよっていう、執行猶予10日とかでいいですよ。そんなありえないけどもね、執行猶予すらも正直嫌だけどね、正しい注意をしてトラブルになって、で、なんか自分が損するっていうのは、もうすごい損、なんか腑に落ちないというか。でもどんどん世の中悪くなっていきますよ、このままだと。注意できないで、注意した方が損をする、そういうルールだと誰も注意できないからね、大人になってしまったら、もう無法地帯でしょ。そうしたらやりたい放題じゃないですか、北斗の拳みたいな世界になっちゃうっすよ。外で暴走族が騒いだって何も言えないんですよ。で、今回みたく僕がいつも行ってるジムっすよ。変な話、第二のふるさとっすよ。そんなとこをね、荒らされて、で、なんなら僕なんか縁石1個またがされてるからね。足のトレーニングした後にだよ。腹立つでしょう、あんなガキどもにね。そこは腹立つじゃないですか。だけど注意できないんですよ。野放しっす。そんな世の中でいいんすかっていうふうにね、僕は思いますけどね。これは別にもう選挙どうこうじゃないですよ。世の中の風潮的に変えた方がいいと思います。例えばですよ、僕だったらですよ、
うわ、めっちゃマナー悪いやつ、めっちゃ、うわ、もう、あ、もう、最悪だな、あいつら、ゴミだなって思ってたら、他の、第三者が、おい、何やってんの、お前ら、ええ、そしたら、そのマナー悪いやつが食ってかかって、ああ、で、その、注意したやつが、まあ、ヤクザで、ポン、あの、車の中から、まあ、ポントを出して、バッサバッサ切って殺しちゃったんですよ。あ、そしたら、僕は、まあ、僕だったんですよ。嘘の証言しますね。よろんこーつって、まあ、もう監視カメラだらけだからそんなん聞かないかもしれんけども、こういう助け合い、がなんかその、なんていうんですかね、正義がそのなんか尊重されるような世の中になってほしいなっていう、そのこれが義理人情じゃないですか。事実を伝えるんじゃなくて、注意した方がね、やっぱり守られてほしいなって、僕、今むちゃくちゃなこと言ったけど、俺。ね、だけど、そういう感じなんですよ。要は、世の中の風潮的に、そのなんか、マナーの悪いやつが注意されてたら、その、周りも加勢するぐらいの、感じにしてほしいですね。これ意外と海外ってこういうのあるんですよ。はい。ね、まあ、どうか悪いか分かんない、いいのかちょっと分かんないですよ。ただネットニュースのあれなんで分かんないですけど、中国で、この前、高齢者が、席譲れっつって、で、子供をどっついたんですよ。家族が座ってて、なんでお前ら、席譲んないんだっつって、わしはじいさんだと、老人だと席譲んなさいっつって、嫌ですっつったら、子供をどっついたんですって。なんで譲んないんだって。そしたら、これ日本だったら、全員シカトです、この案件。はい。全員シカト。まあ、同じようなシーンに僕出くわしたことあるんですけど、全員シカトでした。だけどこれ中国でどうしたかというと、乗客のみんなが寄ってたかって、そのじいさんをボッコボコにしたそうです。はい。 ね、これがまあいいか悪いかはちょっともう人それぞれね、判断基準があるでしょうし、これいいとは言いませんよ。絶対的にいいとは言いませんけど、僕は好きです、個人的に。はい。譲れよ席ってどついたじいさんを、おいてめえ何やってんだっつって、乗客がみんなで寄ってたかってボッコボコにして、しかも女の人もね。 僕は好きですね、個人的にこの話。もうよくわかんないけど、愚痴なんですよ、この動画、結局。 ねえ、いや、確実に正義はこっちにあって、いや、注意しても本来だったら筋は通ってるのは僕だし、それで、なんか、例えばあったとしても、僕は咎められたくないんですよ、正直言って。ね。なんだけども、ね、それができない、っていう状況を、ただ、その動画で愚痴りたかっただけっていう。このイラつきが誰かになんか、伝わって、欲しいなっていう。伝わって欲しいなって、これ伝染しろではなくて、なんかもう、イライラしてんだな、かわいそうだな、コメントで慰めてあげようかな、みたいな。はい。ただの愚痴って最初に言いましたもんね、僕ね。ね、結婚はね、僕はすごいしてよかったと思うし、いいと思うけど、守るべきものが多いと、その、大変ですね、公共の場所って、本当に。ねえ、どんなにマナー悪くても注意できねえんだからさ。だからね、僕ね、今本当に、やっぱりこの見えるところに、なんかもう変な話、タトゥー入れた方が僕はいいんじゃないかなって、僕みたいな人間は、そのすぐカッカカッカ来ちゃう場合って、やっぱり、損なので、もう、いや、俺は結構暴力的な人間だぜっていう、ちょっとあまりトラブル起こさない方がいいぜ、お互い損しかしないぜっていうのを分からせるために、もう、いや、やばいよ、こいつはっていう雰囲気出した方が、逆に僕人生にね、なんかメリットあるんじゃないかなって、ちょっと最近思ってきたっすね。はい、あ。まあ悲しいかな、忙しいんでなかなかタトゥー掘りに行く時間ないですけどもね。なんかもう、なんかもう本当にただ世の中のマナー悪いやつらにね、もう腹立つっすね。あいつら若かったからしょうがないとは思うっすけども、一発やっぱ棒で棒ね、引っ張られてなかったっすね、本当に。クソっていうことでね。はい、あ。もう終わりです。寝ます。さよなら。